HW エレクトロ株式会社は2023年3月21日火曜日より中型 EV 版エレモ L の先行予約を開始した。注目の EV 版 HW エレクトロは次世代の多用途 EV 商用車エレモシリーズの車両の開発、製造と販売を行うメーカー。2021年4月に輸入小型の EV 商用車として国内で初めてナンバーを取得し、2021年7月24日よりエレモ、11月20日よりエレモ K の販売を開始した。そして2023年6月には中型版エレモ L が販売開始予定となっている。6月の販売開始に先立ち、3月21日火曜日より公式 HP にてエレモ L の先行予約を開始。運送車両としてはもちろん、救急車等の公共サービス車両、キャンピングカーとしてなど、多用途に使用できるエレモ L は年間500台の販売を目指している。エレモ L 特徴。1.10% バッテリー EV。100% 電力で走る商用版であるため、走行中の CO2 排出量はゼロ。走行音も極めて静かで、環境配慮型企業のイメージアップとしても最適です。広大な荷室スペース。最大積載量 1250kg で約7立米の荷室スペースがあるため、一度に大量の荷物を積載することが可能です。シンプルなデザイン。街中に馴染む、無駄を削ぎ落としたスタイリッシュなデザインに仕上げました。自由な使い方が可能。版本来の貨物用途にはもちろん、アイデア次第で電源を活用し商用、商談そしてイベントやアウトドアなど、多様なシーン用途でご利用いただけます。アルミフレームボディ。徹底した軽量化を図るべく、アルミボディによる基本骨格を持ち、樹脂パネルを多用しています。また、高いリサイクル率で SDGs に資することも期待されます。出典 PR TIMES。本記事の内容はオリジナルサイト公開日時点のものであり、将来にわたってその申請性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って、内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。特別な表記がない限り、価格情報は消費税込みの価格です。